ケメン守護霊がついてるらしい矢吹奈子です。今夜の矢吹奈子のレコメンはゲストに声優の小倉優衣さんが登場。さらにレコメン七夕ウィーク、私の声で目覚めたいというリスナーさんの願いを叶えます。矢吹奈子のレコメン、ぜひ聞いてくださいね。スパーク2024 in 川崎、7月13日からの3日間川崎市東扇島東公園にて開催。出演はあっぱれ、 STU48、 真っ白なキャンパス、椿ファクトリー、アイライフ、アンドモア。詳しくはスパーク公式サイトをチェック。毎週日曜日の19時30分からは僕が見たかった青空の晴天の霹靂をお送りしています。普通のアイドルラジオとは一線を画す、予測不可能、天真爛漫、奇妙奇烈、まさに晴天の霹靂なラジオです。このラジオを聞いて僕は新世界の神となる。文化放送、矢吹奈子のレコメン。皆さんこんばんは、矢吹奈子です。水曜日のレコメンは私矢吹奈子が担当しています。よろしくお願いします。はい、今週はレコメン七夕ウィーク、月曜から木曜のレコメンパーソナリティがリスナーの願い事を叶えていきます、言っています。私はですね、一足早く月曜日の駒木根キータさんのレコメンにゲスト出演して、求人ボックスさんの願い事を叶えてきました。はい、いや実は駒木根さんが初めましてだったっていう、そう、なんか私も信じられなかった。なんか今までこう会話はしたことなかったけど、バレンタインのバレンタインホワイトデーのね、こう渡し合いだったり、お誕生日もお互いねこう渡してたから、なんか初めてには思えなかったけど、すごいね、なんだろう、不思議な空間だったなっていう風に思いますね。まあ駒木根さん変わってる人だとは思ってたんですけど、やっぱり変わってましたね。なんか卓球やられてるじゃないですか、月曜は。でまあ水曜はけん玉やってるから、なんかお互いジングルを取り合おうみたいな、お互いのねジングルを、私が駒木根キータのレコメンって言って、駒木根さんが矢吹奈子のレコメンっていうのを、卓球とけん玉をやりながらジングル取るっていうのをやって、まあすっごいシュールな時間が流れてたみたいです。まあお父さん曰くすっごい笑ったって言ってくれたんでそう、お父さん聞いてくれててまあすんごいシュールだったよって言われても、こっちは本当に真剣にただただやってたから分かんなかったんですけど、まあ受けてたらいいなって、しらけてなければいいなっていう感じでしたね。ちょっとどこかでね流れるかもしれないから、ちょっと楽しみにしてます。今夜もリスナーさんの願い事を叶えていきます。私の声で目覚めたいという願い事がリスナーさんから来てたので、叶えたいと思うんですけど、もう半分かは勢い良すぎて、半分は叶えてきました。実ははい、ちょっと詳しくはね12時台で、はい、お伝えしたいと思うので、ぜひ皆さん最後まで聞いてください。それでは早速始めていきましょう。矢吹奈子のレコメン。文化放送レコメン、この時間は文化放送をキーステーションに HBC ラジオ、秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、 KBS 京都、ラジオ関西、南海放送の皆様に向けてお送りしています。今夜のメールテーマは、なこちゃんちょっと聞いてよ、今日こんなことがあったよっていう報告だったり、まあ愚痴相談など、本当にもう誰かにちょっと聞いてほしいこと、何でもいいので送ってください。私が受け止めます。まあいわゆる普通に何でもいい、送っていいってことですねはい、そして11時台にはゲストが登場します。小倉優衣さん、声優アーティストの小倉優衣さんがスタジオに生登場します。来週リリースするライブブルーレイのお話を伺っていきたいと思います。なんとね、私のことをね知ってくださってるみたいで、まあ、HKT のね頃に実はライブにも来てくださっていて、挨拶はしたことあったんですけど、実際にお話するっていうのは初めてなので、とても楽しみにしています。小倉さんとの企画メールも募集中です。小倉優衣さんがしてそうなことをぜひメールで送ってください。
今日初めて知るという方ももう本当に第一印象で構いません。例えば休みの日は四つ葉のクローバーを探してそうとか、クローゼットを4つぐらい持ってそうとかね、もう本当にまあ実際にどうなのかわからなくても何でもいいので送ってみてください。もう実際にしているのかどうかを確かめたいと思います。11時30分頃からはモデルのぬくみめるさんがパーソナリティを務めるめるるのハッピースルーム、0時5分頃からはキング&プリンス永瀬廉のレディオガーデンもあります。テーマメールや番組を聞いて思ったことツッコミ質問メールで送ってください。メールアドレスはレコ@joqr.net、 レコ@joqr.net、 レコの綴りは RECO で全て小文字となっています。 X での感想ポストもお待ちしています。ハッシュタグカタカナでレコメンをつけてつぶやいてください。アカウントのフォローもよろしくお願いします。なんと今1万482人、もうすぐで400、500人、400 間違えた、何言ってんの、1万500人ねもうすぐでね500人に行く。いやね、ずっとねこう400行ったり300行ったりしてたから嬉しいですね。もうすぐで500行くということで、そしてですね今ね、さっきあの文化放送以外のあの方でお話しさせてもらってたんですけど、新紙幣今日から発行されたということで、ちょっと X の方で、今日から発行されたその新紙幣を持っているかいないかアンケートを取っています。ぜひねゲットしたという方はもうあのいい持ってるよっていうのを押してください。当たり前のこと言ってる、はい、ちょっとどのくらいの、ね、方が持ってるのか気になっています。はい、ということで矢吹奈子のレコメン深夜1時までお付き合いください。レコメン、この時間は求人ボックス、ポケットカード、ライトの提供でお送りしています。これ声も可愛くてね、文化放送みたいなことですか文化放送、矢吹奈子のレコメン。文化放送をキーステーションに生放送でお送りしている矢吹奈子のレコメン。ここからはレコメン全曜日共通コーナーです。レコメンテレフォンショッキング。毎週一人の方と電話をつないでその人の友達を紹介してもらうという企画です。前回はですね N-が推しのラジオネームココネちゃんでした。今回はココネちゃんの高校の同級生、ラジオネームリオンちゃんと電話がつながってるみたいです。じゃあ早速呼んでみましょう。もしもーし。はい、もしもーし。こんばんは、リオンちゃんですか。はい。あー、リオンちゃんはいごめんね、なんか私も変な反応しちゃったからはーんとか言っちゃって今日は学校行ってたんですか。そうです。あー、そっか、学校今大変ですかね。高校3年生ですよね。そうです、今テスト期間中で、うん、テスト。はい。そうなんだ。じゃあ結構勉強大変な時期だったりするのかな。はい。そっか。え、部活とかは入ってたりする。部活はソフトテニス部に入ってます。おー、ソフトテニス部。え、楽しいですか、やってて。めっちゃ楽しいです。おー、うまい自分には恥ずかしいか。いつからやってるの、テニスは。中1の時からやってます。あ、そうなんだ。じゃあ結構もう6年目とかになるのか。はい。すごいね。え、学校でさ、なんか今流行ってることとかってあるの、なんか。でも結構みんなバラバラでドラマ見てたり、うん、あとは結構 K-POP 見てます。そっかそっか。この間ね、電話つないだココネちゃんも K-POP、はい、好きっていうことで、なんかその K-POP 友達つながりみたいなことも話してたと思うから。はい。そこで仲良くなったのかな、ココネちゃんとは。はい、仲良くなりました。ああ、そうなんだ。え、なんかさ、学校でさ、いつもどういうお話とかするの、はい、みんなと。ね、でも結構、オーディション番組とかを見て、うん、今日こうだったよね、とか、そういう話とか。そういう話もするんだ。え、はい、恋バナとかしないの女子校なので、そっか、あんまり出会いがなくて。女子校か。え、はい、じゃあこの間のココネちゃんも。そうです。同じか。あ、その話そういえばしてなかったな。はい、わ、女子校なんだ。え、でもさ、はい、そうなるとさ、
はい。やっぱ出会いがないってなっちゃうのか。まあでもそっか。そうなんですよ。え、バイトとかはしてる？バイトは部活忙しくてできてなくて。うんうん、そっか。はい。じゃあ確かに本当にもう、関わる人がいないのか。そうです。え、どういう人がタイプなの？想像で。一緒にいて、うん、なんか楽な人？ああ、じゃあ、ちょっとこう、友達から発展していくのもありかもね。はい、なんか注目。誰が言ってんのって感じだね。ごめんね。注目ない方が。うん？注目？あ、沈黙。つくない方がいいかみたいな。沈黙も、こう、なんだろう。気まずくならないような心が許せる人とかとか。はい、あ、いいね。素敵だね。なんか大人だね。はい、精神年齢高いような気がする。結構低いって言われます。あ、そうなんだ。え、意外かもしれない。はい、さっきもさ、ちょっと、なんかね、話に出てたと思うけど、はい、リオンちゃんの推し、はい、聞いてもいいですか？はい。結構いるんですけど、一人に絞るなら、うんうん、ミーアイ？おー、ミーアイ。はい。で、いいですね。ずっと投票してたのが、エビハラちずみちゃんです。あ、じゃあ、デビューできたね。はい。嬉しいね。なんかさ、はい、今もさ、そのオーディション番組見てるみたいな、さっきお話ししてたけど。あ、見てます。お、今は、うんうん、アイランド2。おー、アイランド2。はい。アベマで今配信してるよね。日韓のオーディション番組。はい。これは、推しはいるんですか？推しは、日本人なんですけど、はい、ココって子が推しです。あ、そうなんですね。はい。もうすぐでだって決まるんじゃない？そうです。明日デビューメンバーが決まります。明日やばいじゃん。めっちゃ緊張するじゃん。もう毎日投票してます。そっか、はい。まあ無事にね、推しがデビューできるといいね。はい。はい、じゃあちょっと最後に、はい、次のお友達紹介してもらいたいんですけど、いいですか？はい。どんな子になりますか？私の、なんだ？結構 K-POP とかもよく話すし、うん、一緒にカラオケ行ったり、うん、そういう、なんか、いろんな話ができる子で、うんうん、結構 K-POP はセブンティーンが好きって言って、ライブとかも行ってます。そうなんだ。同級生ですか、その子は？まあ、一個下です。おー、あ、後輩になるのか。そうです。そっか。じゃあ楽しみにしてます。はい。リオンちゃん電話してくれてありがとうね。あ、いえいえ、ありがとうございます。これからもレコメン聞いてね。はい。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございます。可愛かったな。あ、次はじゃあ、高校2年生の子になるんですね。初めてじゃないですか？楽しみにしてます。はい。以上、レコメンテレフォンショッキングでした。文化放送をキーステーションにお送りしている矢吹奈子のレコメン。今日も元気に生放送中。アドレスはハッシュタグはカタカナでレコメンです。文化放送矢吹奈子のレコメン。ここからはストーリーズある物語。毎週1名のボートレーサーのストーリーをお送りしています。それではどうぞ。ストーリーズある物語。この時間はボートレース振興会の提供でお送りしました。本日は貞松勇樹選手のストーリーズある物語をお送りしました。実はこの間行われてたそのボートレースオールスターのその貞松選手が優勝された回を見に行かせてもらってまして、で優勝された後に花束もお渡しすることができたんですけど、同い年でこうやって活躍されてる方がいるんだっていうのをこう目の前で見て、本当に私ももっと頑張ろうっていう風に力になりましたね。で、優勝された後にこう船に乗ってお客さんの前をこう一周するっていうのがあったんですけど、すごいその時にもう涙がうるうるされ、してるのを見て、本当に感動したし、本当おめでとうございますっていう気持ちになりましたね。本当、今後の活躍にも期待しています。感想は SNS やメールでお寄せください。文化放送、矢吹奈子のレコメン。メールアドレスは、レコ@joqr.net。ハッシュタグはカタカナでレコメンです。
文化放送をキーステーションにお送りしている矢吹奈子のレコメン、今日も元気に生放送中。メールアドレスはレコアットマーク JOQR.net。 文化放送をキーステーションにお送りしている矢吹奈子のレコメン、今日も元気に生放送中。文化放送をキーステーションに生放送中の矢吹奈子のレコメン。この音楽流すんですか。そう、さっきね、文化放送の放送前にお話しさせてもらってたんですけど、その今日から新紙幣発行されてるじゃないですか。それでね、朝早くからこうね、銀行並ばれてる方もいたっぽくて、で、新しいその紙幣をもどれくらいのね、リスナーさんが今持ってるのか気になってアンケートも取ってるんですけど、なんとプロデューサーさんが、いろんな銀行に行ってきて、お金下ろしてたみたいなんですけど、なんと、新紙幣、出ませんでした。悔しいね。だから本当に、どこでも出るってわけじゃないのか。なんでですかね。ダメ。そんなに、まだ、あれなのかな、入れ替えられてはないのかな。でも結構9割ぐらいはあって、ただ運が悪かったのかな。すごい悲しそうな顔されてる。新紙幣欲しかった。あー泣いちゃう。あー泣かないでプロデューサーさんなのにすいません。いやーでもこれ結構やっぱ見たいって方が多かったのかもしれないですね。新紙幣なくなっちゃうぐらいやっぱみんなを下ろしたりもしてたのかな。今のところアンケート、お !10% 持ってる方いる。1割の方は持ってるんだ、意外と。すごい。お、メールも来てますか？お、ラジオネーム、サムライダーさん、ありがとうございます。今日は、公共料金を支払うときに現金をコンビニで使ったら、梅子さんに会いました。めちゃくちゃ綺麗でしたよ。さ、これだけ読んだらさ、多分、まだわかんない人もいると思うよ、梅子さんが。いや、みんな知ってるかもしれないけど、五千円札がね、梅子さんに変わったからね。めちゃくちゃ綺麗な紫だし、ね、綺麗なクッて、こう、前髪こう上げた髪型ね。言ってますよね、こう上で。わー、出会いたい、私も梅子さんに。会わせてください。ちょっと梅子さんにどうにか会わせてください。お会いしたいです。じゃあね、ちょっと引き続き、まだアンケートもやってますし、新紙幣についてのメールもお待ちしていますね。はい、じゃあここからは、リアクションメールですね、読みます。ラジオネーム、フロ太郎さん、ありがとうございます。なこちゃん、こんばんは、こんばんは。先ほどなこちゃんは、握力がないからスマホを落としちゃうと話していましたが、なこちゃんは握力ないことないですよ。ないことはない。なんか、あるっちゃある。ってことですね。数年前になこちゃんの握手会に行った時、なこちゃんの握力が強すぎて僕の手が痛くなったので、なこちゃんは握力強いと思いますよ。握力どのくらいですか？え、本当に言ってます？え、本当に？え、私じゃないんじゃない？え、本当に私そんな強く握手するかな？え、覚えてないな、その感覚。え、怖っ。え、ちょっとやってみていいですか、作家さんと。ありがとうございます。それ普通じゃないですか？まあ、今意識してるから。じゃあなんか意識してなんかちょっと強く、なんかどうしたらいいか分からなくて、なんか微妙な強さでやっちゃったけど。え、そうだったの？どうなんだろう。まあ意識、なんだろう、グイって やっちゃったのかな、すいません。もう痛くないですかね。もう大丈夫ですかね。続きまして、茨城県、ラジオネーム、名探偵冬香さん、ありがとうございます。なこちゃん、こんばんは、こんばんは。バキバキの保護、バキバキの保護フィルムを使い続けたものです。そのうちガラス片が飛び出てきて指に刺さるようになります。本当に気をつけてください。なこちゃんの指が心配です。そうなんだ。でも確かに今も割れ方的に、たださ、こうひびが入る、この画面にこう線がフィュって入ってるだけだったらいいけど、左端結構ね、もうボロボロ。危ないね、これは、本当に。で、私、インコ飼ってるからさ、インコちゃんたちがさ、携帯に乗るのが好きなんですよ。だから、本当に、気をつけないといけない、私は、特に。インコ飼われてる方、動物飼われてる方ね、特に気をつけなきゃいけないけど、本当に割っちゃうんですよね。
でもそっか、指も危ないのか。今まで切ったこととかはなかったけど、確かに気をつけよう。やっぱ割れたらすぐ変えるのが一番いいのかな、本当は。もうちょっと割ろう。あ、割るっていうか、なんかもうちょっと割ってから、あの、自分で自ら割るわけじゃないけど、もうちょっと危なくなってきてから私変えようかな。ほんとすぐ割っちゃうから。うん。続きまして、滋賀県ラジオネームナコドラゴンズさん、ありがとうございます。ナコちゃんこんばんは。こんばんは。今週の月曜レコメンにナコちゃんが出演した際、ナコちゃんが駒木根さんと同じパンツをかぶる側の人間だと判明しましたね。そこでナコちゃんには収録中パンツをかぶるような面白いラジオパーソナリティと人を感動させるような女優を目指してほしいです。ん？あの、確かに駒木根さんにはこっち側の人間だみたいな、パンツをかぶる側なんじゃないかみたいな言われましたけど、別に私は認めてはいないです。かぶる側だとは思ってません。はい、かぶらない側、なんかそれも変ですけど、普通のパーソナリティとしてやっていきたいと思いましたね。ただその時に結構ね、リスナーさんからその矢吹奈子の気候みたいなメールが届いてたみたいなのが結構衝撃的でした。私このラジオでそんな変なことしたっていう記憶はなかったんですけど、あの、ジャイアンのモノマネがしらけてるだとか、それが一番の衝撃でしたよ。受けてると思ってたもん。そう、リスナーさんの声さ、やっぱ聞こえないから、私公開録音もまだしたことないから、その反応っていうのが見れてない。その、もちろん X では見てますけど、 X の中でそんな別にてんてんてん、まあそんなの書くわけないか、書くわけないんですけど、見たことなかったから、そう、受けてんのかな、しらけてるんだったら今のしらけてましたよとかなんか教えてほしいし、こっちとしてはやっぱ、あ、なんかみんなもう一回聞きたいとか言ってくれてるし、なんか、あ、なんだみんな面白いって思ってくれてんじゃんって思ってたから、そうやってね、改めてなんかしらけてるのにやってますみたいなメール来たらびっくりしちゃうかなみたいな。全然やり続けていいですか？いいですか？はい、ということで、まあ、この、このテンションで行くのって感じですけど、はい、この後は今夜のゲスト、声優アーティストの小倉優衣さんがスタジオに生登場します。時刻は間もなく11時です！なんかやばいかも。